どうも、なおちんです。ペルソナ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、3週目に入りました。2週目で全てコンプリートしようと思ったんですけども、新垣と千鳥のルートを探してたら、ちょっと足りなくなったんですよね。で、新垣の生存ルートを探しても、どうしてもやられちゃうんですよ。で、1週目ではなかったアイテムを2週目ではゲットしました。新垣がやられた後に、机の中からアイテムが出てきたんですよね。それが、もしかするとキーアイテムなのかもしれない。ということで、それもやりつつ、全てをコンプリートして、3週目を終わらせたいと思います。で、4週目は、ルナティックでいきたいと思います。2週目は、まあ、いつも通りノーマルでやっていきます。6月14日まで来ました。死神がようやく出るようになったんですよね。ちょっと戦ってみようと思います。刈り取るものはめちゃくちゃ強いんだけども、1人だけ強ければある程度いけるのではないでしょうか。レベルは、まあ、20前半ですね、他は。耐えれるかどうか。まあ、装備によって、HP を、50ぐらい上げてます。なので、ちょっとはマシかなと思うんだけどね。これ他の3人絶対動き遅いよね。となると、最初から敵の攻撃力を下げててあげないとダメだわな。味方の、あ、いや、防御力上がってる。上がってる。だから敵の、これか。でも、もったいないとか言ってる場合じゃないな。どれぐらい食らうかだよね。このレベルだから。まあまあ、耐えれるぞ。うん。いや、若干きついけども、なんか思ったよりはいけそうな気がする。これいけそう、いけそう。ここでテウルギア使って、あー、ちょっと待って、これしかなかった。あ、そうかそうか、ベルベットルーム行かないと覚えないか。そうかー、言ってくれよかったな。でも多分ね、あとね、明けの明星2発ぐらいで倒せそうな気がするんだよね。やばい、攻撃力元に戻った。やっぱ来るよね、やっぱ来るよね、そっちね。しっかり狙ってきやがる。いやー、きついなー。まあまあ、生き返らせて、で回復入れて、アイテムで全体回復だね。200ぐらい回復するやつがあるんでいいよね。全開までにはいかないけども、攻撃力は元に戻ってないね。で、刈り取るものの防御力がいかんのだ。これじゃ倒しきれん。いやでもね、レベル20ぐらいで倒せばもう本当にね、むちゃくちゃレベル上がると思うのよ。やばい、残って、うっそ。いやー、もう、いや、これ総崩れだわ。もう、いや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 、一人で倒しても意味がないのよ。意味がない。全員一気に生き返らせるってないもんね。まあ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 、行くっきゃないわな。でもね、生き返らせたら途端やられるっていう可能性があるからね。それがやめてくれよ、頼むぞ。あ、いや、これ、よし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 、どうしようどうしよう、まあこれを繰り返してなんとか全員生き返らせよう。よし、オッケーオッケーオッケー。攻撃力が下がってるから攻撃力を上げてやって、これだよね。あ、違う、あ、全能力じゃない。これだ。これで攻撃力上げてやって、明けの明星を打てば勝てるじゃないか。残るか、どうだ、頼む、いってくれ。いけたー、いけたー。レベル20で倒した。経験値、うん、間違いなく経験値アップです。どれぐらい上がるだろう一発で、52、3上がったレベルが52、3。あ、もうこれぐらいのレベルあればもう1回倒せるんで、もう6月の状態でレベル99にすることが可能ですよ。あ、これ99にしよう。刈り取るもの4体目、これでレベル99になると思います。多分これでいけると思う。倒せる。で、お、2000いくでしょ。で、こっから総攻撃でおしまいです。2000は与えるでしょう。オッケー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 。で、経験値、経験値がいいね。経験値でどうだ、99なったでしょ。98 どうだ。もう次こそだよ。5体目レベル20から5回倒すと99になるんだね。うん。しかもこの経験値アップを取らないといけないってことね。5回か。まあまあ、1時間はかからずにレベル99にすることができました。はい。ということで今日から3週目スタートしました。最序盤の6月14日にレベル99にすることが可能ですね。4人99になったので今後かなり楽になると思います。ただ、難易度イージーでやってるので、ルナティックでやると無理かな。うん、ルナティックだとさすがに無理だと思うんで、まあまあちょっと調整もしてみたいとは思います。はい。では次はですね、新垣の生存ルートを探してみたいと思います。なんとかね、生かしたまんまクリアしたいところですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。